はい、お疲れ様です。新屋宿番でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、前川にやってきました。前川ですね、今ちょっと対岸の方が護岸工事をやってまして、まあね、なかなかもうハイプレッシャーな状況になっております。それでですね、ちょっと質問コーナー、まあコメント欄でですね、あの前川で釣りたいんですけどどうですかっていうコメントなんですけど、正直言ってですね、前川結構難しい。特にね、この、まあ、前川って結構なんて言うんでしょうかね、このワニ川から北利根川までを、まあ、前川って言うんですけど、その中でもこの水路ですね、まあ、昔はその干拓水路とかってね、よくまあ言われてたんですけど、ここの場合ですと、そのまあ基本はその対岸のそのカバーを狙うんですけど、まずそのキャストコントロールっていうんでしょうかね、まずそれが求められますね。であとはその朝ですね、その太陽のその向きによって、その、まあ、今自分が立ってる側がシェードになってる場合なんかは、その足元でも釣れる場合がありますね。まあ、例えばこういう感じで足元のカバーでも釣れる場合もあります。なのでどちらかというと、前川の場合ですね、どちらかというとそのプールありますよね、市民プールのより、そのイタコ寄りっていうの、イタコ駅寄りっていうんでしょうかね、そっち側の方がその護岸沿いっていうんでしょうかね、ブロックコンクリートになってるので、まあ足元で釣りやすいかなって感じはしますね、どちらかというと。まあ、その去年ですね、その前川で10匹釣るぞシリーズやってたんですけど、まあどちらかというとこの細い水路より、その市民プールより向こう側ですね、そちらの方が多分釣ってるんじゃないかなと。まあ今まで、まあ僕ももう何年もバス釣りやってますけど、その市民プールからイタコ寄りですね、そっちの方が多分釣りやすいんじゃないかなと思いますね。はい、まあ護岸沿いを、まあテクトロっていうんでしょうかね、まあちょん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 やりながら、それでも釣れますし、はい、まああと、まあ護岸沿いを引いたりですね、うん、まあそういう感じですね。はい、まあルアーもですね、まあトップウォーターに、あとクランクベイト、スピナーベイトなり、あとまあノーシンカーとかですね、まあ何でも釣れるかなと思いますね。はい、まあ、特にこの水路はですね、その対岸に投げないとなかなか難しいっていうのがありますので、結構テクニックが必要かなって感じしますね。まあ思いっきりキャストしてしまうと対岸のカバーに引っ掛けてもうロストしてしまうので、まあ結構テクニックを要するポイントなのかなって感じはしますね。はい、まあ、これからもいろいろ動画の方をアップしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。